評議員に用がある。逆から塞がれてる。両陛下、エベリが兵舎から侵入しようとしてる。行ってくれ。目覚めの炎の信者の陽動にエベリも俺もまんまと引っかかったんだ。城を離れた隙に奴らはここに群がって中に防壁を築いたってわけだ。わからない、策略だと気づいた時には信者に締め出されてたんだ。もし信者が評議員たちに危害を加えたなら、その罪は必ず償わせてやる。何？それは確かなのか？バンダシア評議員はブラックウッドと皇帝のために50年以上仕えてきた人物だぞ。今はいい、中に入らないとな。そうすれば真実は明らかになる。弊社に行ってエベリを見つけ、彼女を手伝ってくれ。落ち着いて、今は待つのよ。これで入れる。さあ。ああ、来たのね。ああ、よかった。戻ってきたのね。ライアン隊長と私は、はめられた。うまいこと城の外へ誘い出されたわ。今では城は封鎖されていて、評議員が生きているのかもわからない。本当に、ひどいミスだったわ。バンダシアが？あの、裏切り者。私たちを、みんなを騙してたのね。自分の同僚たちを殺すなんて。こんなことをしたのは、すべてデイドラの兵器を手に入れるためなの？でも、ドレモラのライランスは、世界の命運がかかってるって言ってた。評議員たちに会わないと。ええ、弊社は城と連結されてる。教団の衛兵は私が片付けたから、ここから評議員と軍団長のところへ行けるわ。くれぐれも警戒して。あの狂信者どもが何人待ち伏せしてるかわからない。評議員のところへ急ぐわよ。バンダシアめ、奴が狂信者を従えてるなんて。
ワンラッシュ、なぜこんな。パレリア、見返りを考えれば当然のことじゃないか。パレリア将軍、そんな。着いたの？評議員から話を聞いてすぐ来たんだ。攻撃が始まった時は一緒だったが、呼び聞かす評議員を見つけないと。兄さん、私たちと一緒に来て。切迫した状況だと聞いてはいたけれど、城に着くなり戦いになるなんてね。信者たちがポータルから湧き出してきたんだ。蟻塚から溢れる蟻みたいにね。まっすぐ逃げて安全な場所に逃れるしかなかった。ああ、こちらこそ。できるだけ早く来たんだけど、暗号文書の全文を解読する時間はなかった。でも事態が急を要するのはよく分かったよ。ロビディカス評議員を追うバンダシアの目には明確な殺意があった。妹を連れて行ってくれ。評議員は亡くなった。ロビディクス評議員を探さないと。私や、この裏切り者め。
私はロングハウス邸の計画を完遂させるぞ、ロビディカス。四つの野望の力を解放するのだ。ベイゴン教大罪の心を引き届けよ。倒して、倒して、君に滅ぼすべく邪魔のままにしよう。私のことは心配するな。あの馬鹿が止まってる。考えるな、動け。どこか安全な場所に行こう。アンバンダ使者だ。奴は我々を欺いたんだ。こっちに来てくれ、妹の友よ。ようやく差し迫った危機はなくなったか。改めて再会できてよかったよ。もっとマシな状況ならよかったんだけどね。こんな状況下だけど、いい知らせもある。手に入れてくれた文書の一部は解読できた。どうだろうな、襲撃が始まる前に翻訳できたのはほんの一部だけなんだ。文書には野望と思われるものを守る宝物庫のことが書かれていた。オジェルバクに隠されているとあったが、聞き覚えのない言葉だ。響きから考えるとアルゴニアン語の可能性はある。断定はできないけどね。ロビディカス評議員にはまだ報告してないんだ。君と話したがっているようだから、私が調べた内容も一緒に伝えてくれ。それと全文の解読ができなくてすまないと言っておいてくれると助かる。ロビディカス評議員に文書から解読した内容を伝えてくれ。野望を守る宝物庫はオジェルバクに隠されているとね。バンダシアに盗まれる前に文書の翻訳が終えられていればよかったんだけどね。こちらこそ会えて嬉しいよ。妹をずっと支えてくれてありがとう。あいつのことだ。自分の面倒は自分で見られるだろうけど、それでも心配してしまうものだからな。あの短時間では暗号は解読できないと思っていたんだろうな。私が文書に触れられたのはポータルが開いてあいつの信者が押し寄せてくるまでのほんのわずかな時間だけだったからな。幸いあの類の暗号はよく知っていてね、私の専門分野だったんだよ。残念だが私が冒険していたのは随分と昔のことだ。最近は剣と盾よりも羽ペンとインクを持っている方がずっと落ち着くんでね。とはいえここに残ってロビディカス評議員の役に立てないか聞くつもりではいるよ。ここにいる限りは協力するよ。バンダシアのやつ覚えてなさい。評議員、お休みください。バンダシアがメールウンズデイゴンの大司祭だと。あの男はずっと前からデイドラの信奉者だったというのか。私が前兆を見逃したがために評議員たちは皆命を落とした。ファレリア、ソス、アボール、ジリッチまでも。なるほどな、聖域でか。これで闇の一党が我々を殺害する陰謀とは無関係だということが証明されたな。他に何か発見したことはあるか。一つだけではない。事態がそれ以上にまずいぞ。バンダシアは君が他の評議員たちから手に入れた文書を初期から奪い取った。奴があの文書を翻訳したら四つの野望全ての場所が分かってしまうかもしれぬ。オジェルバク、聞き覚えがあるぞ。アルゴニアンの言葉だ。ブラックウッドの沼の奥にある自然の地形のことだろう。だが
あの地域についてはバンダーシアの方が詳しかった。しかし力を貸してくれる人物を知っている。君もすでに彼女には会っているはずだ。その言葉で宝物庫にたどり着けるならな。我々に今できるのは与えられた手がかりを追うこと、それだけだ。黒きヒレの騎手と話せ。ブラックウッドの荒野を案内できる者がいるとすれば、騎手総督を置いて他におらぬ。もうバンダシアが裏切り者で教団のリーダーだったなんて。あいつはファレリア評議員を殺し、ロビディカス評議員も殺すところだった。あいつはずっと先回りをしていたってことか。野望を手に入れさせるわけにはいかないわ、絶対にね。いいわよ、わかった。次の作戦は決まりね。ロビディカス評議員を助けて闇の一党の疑いは晴らせた。バンダシアが裏切り者で信者の指導者であるってことも明らかになった。あなたはよくやってくれてる。犠牲者なしとはいかなかったけど、少なくとも軍団長たちと兄さんは助けられたしね。ありがとう。で、元評議員たちの文書にはあるアルゴニアの血が示されてた。オジェルバクと呼ばれる場所よ。それ以上のことが分かる前にバンダシアは文書を持って逃げていったわ。信者たちに先を越される前にこの言葉の意味を突き止めなきゃ。確かにね。でもロビディカス評議員はこの言葉を聞いたことがあるみたい。スルザの縄張りにある建物だって言ってた。文書に4つの野望と関係のある場所だと書かれてたってことは、その建物に貯蔵されてるってことなのかな。差し当たっては地域のことをよく知る人に聞いてみた方が良さそうね。ギデオンの騎手総督よ。彼女はブラックマーシュの沼地を知り尽くしてるってロビディカス評議員が言ってたわ。で、本題。あなたを頼ってもいい？黒きヒレの騎手と話すために私とギデオンまで行ってくれる？ギデオンで待ち合わせましょう。そこで騎手総督にオジェルバクとかいう言葉について聞く。きっと知ってるはずよ。噂で聞いただけだよ。騎手総督はブラックマーシュの沼地からやってきて自由の戦士として名を挙げた。ダークエルフの奴隷商人やモローウィンドの国境で戦ったそうよ。そしてアカビリの侵略者が来ると兵士を率いてウィンドヘルムを救ったんだって。もう10年くらい前のことかしらね。侵略者を撃退してエボンハートパクトの結成に貢献した。その流れで三期戦役の当初はパクト軍の指揮までしていたそうよ。そしてある時地位を返上してブラックマーシュに戻り、ギデオンで総督になった。騎手総督はアルゴニアンなのに極めて進歩的なのよ。もちろん他のアルゴニアンたち同様、歴史と伝統には興味と敬意を持ってるけど、ギデオンではあらゆる人々に開かれた啓蒙的な共同体を作り出そうと力を尽くしてる。私も総督と話すのが楽しみなんだ。紬手はなんて言ってたっけな。ブラックマーシュの八大都市の一つだけど、シロディールに近いこともあってアルゴニアン風というより帝国風の街だって聞いたよ。実際バンダシアはギデオンで何十年も帝国の代表を務めてきた。あの件が起きるまではね、統治者というより顧問ね。レアウィンでいう評議員みたいなものだった。街のリーダーは騎手総督よ。バンダシアがデイドラ教団の首領だと公言した時、あいつの政府でのキャリアはほぼ終わったわ。そう言われればそうだよね。あいつは裏切ったんだ。元老院のメンバーでレオビックの秘密を知る者のリストにも名を連ねてた。殺し屋から守らなきゃいけないと思ってたのに、あいつが殺し屋の元締めだったなんて。ファレリアを殺して暗号文書を奪った後、あいつは行方をくらました。居場所なんて見当もつかない。あいつは何十年もかけて目覚めの炎を組織した。隠れ場所だって用意してるはずだけど、あいつも私たちと同じように野望を追ってる。先に隠された宝物庫を見つけないとね。
ンダシアがデイドラ信者だと？ギレオンは全力で手を貸そう。ありがとう総督。ああ仲間が来たわ。バンダシア、奴が裏切り者のデイドラ信者だったとは。私たちは何年もの間騙され続けていたということか。腹渡が煮えくり返るが、その問題は今は置こう。その野望と呼ばれるものを探す手がかりを入手したとエベリから聞いたんだが、ロビディカス評議員が君を私の元へと送ったのは正解だったな。アルゴニアン語のオジェルバクをざっくりと翻訳すると、よそ者の穴という意味だ。その名を冠した場所が南にある。だが残念なことに、そこはスルザン族が支配する縄張りの中なんだ。スルザンは蛮族だよ。死と混沌の力を信奉する危険な長だ。よそ者の穴にたどり着くには彼らの縄張りを横断しなければならない。長は自らとリーダー以外の権威を認めない。よそ者を歓迎することなど決してない。ストーンウェイストの南、スルザンの領土の中心だ。慎重に目立たないように行動してくれ。できれば戦争を始めるのは避けてくれるとありがたい。見つけたものは何でも持ち帰ってくれ。ギデオンで大切に保管すると約束しよう。オジェルバク、アルゴニアンの言葉でよそ者の穴。ストーンウェイストの南にある自然の洞窟だ。行くのであれば十分に気をつけてくれ。スルザンの縄張りの真っ只中なんだ。エベリとは縄張りの境界線の外で合流し、そこから向かうといいだろう。私は何年も戦い続け、三期戦役ではパクト軍の司令官まで務めた。だが終わりのない戦からは降りようと決断したんだ。ギデオンについてすぐ総督の地位に空きができてね。今やこの町に使えるのは私にとっての名誉なんだ。いいや、ブラックウッドとトパルワンは独立した存在のままだ。我々とレアウィンは通商協定を結んでいるが、それ以外は独立している。戦争が北と西とにとどまってくれれば頂上なんだがね。そして早く終わってくれればいいと思っているよ。ああ、バンダシアはロングハウス邸がルビーの玉座について以来の中心で、最終的には元老院のメンバーとなった男だ。帝国の崩壊以来も彼は信頼のおける顧問であり続けた。ここでもレアウィンでもな。その姿を知っているだけに衝撃的な知らせだったよ。君が来る前にエベリに聞かされたことだけだ。教団の名前さえ今日まで聞いたこともなかった。だが黒きヒレ軍団の精鋭に命じてすぐに調査させる。バンダシアはギデオンで長く暮らしてきた。何かを知る者がいるはずだ。スルザンは残酷だ。敵を捕らえれば自らが使える闇の力へとためらいなく献上する。血に飢えた連中だ。彼らの領域を通るときは気をつけろ。一切の慈悲を見せないからな。まだ肩慣らしもしてないぞ。何が向かってきたとしても礼節と良識、それと袋いっぱいのワインがあれば対処できる。
と待ってれば会えると思ってました。生きと結末を見られるとは思わなかった。こっちよ、話しましょう。何に使うつもりだ？敵の縄張りに入ることになるけど、覚悟はいい？よそ者の穴とかいう場所を見つけて宝物庫を探す。そして目覚めの炎より先に野望までたどり着く。いいわね？ケシュ総督が言ってたけど、ここはスルザンの縄張り、アルゴニアの敵対部族との接触は極力避けて、よそ者の穴に行かなきゃならない。それからまた会ったんだ。また白昼夢を見たの。あの本が私に何かを伝えようとしてる。夢の中で象徴が書かれた妙なキューブを見たわ。私の本に書かれた象徴とそっくりだった。何を意味してるのか全くわからないんだ。宝物庫を見つけたいよ。希望的観測かもしれないけど、今私たちはバンダシアと教団の先を行ってるはず。中に入って武器を奪い、気づかれる前にギデオンへ戻ってくることだってできるかも。覚悟はできてる？スルザンを避けるのを忘れずにね。あと目覚めの炎の信者にも注意。近いうちに遭遇したっておかしくない。さあ、よそ者の穴を見つけに行くわよ。あなたが想像してる通りよ、きっとね。血に飢えた野蛮人で、死と混沌を拝んでるような連中なんだし。戦う覚悟はしておいて、言えるのはそれだけ。ちょっと、なんでここに？ああ、小さき上妙の者。さ、話して。あら、上妙の者じゃない。どうやら私たち、再び同じ謎を追っているみたいね。これから起きることに関して、協力できると思うのだけど。最後に会ってから、目覚めの炎教団の活動を監視してきたの。石膏を尾行してここまで来て、この素敵なデイドラの宝物庫を発見したのよ。あなたの探す野望はきっと中に閉じ込められてるはず。残念だけど、宝物庫は帝国の別館に似た結界が張られているの。デイドラに対する結界がね。私も当然ダメ。あなたが結界を破って道を開いてくれれば、互いの好奇心を満たせる。それから、あのエルフの持ってた不思議な書だけど、
ウッドエルフがレオビックの秘密を初めて知った時に彼女と出会ったんだけど、何か普通じゃないものを彼女から感じたの。その気配は持っていた書のせいだったのよ。あれは古の強力な書物、いわくつきのね。あれはザルクセスの神秘の書、メールーンズ・デイゴン自身が執筆した本だと言われているの。その起源の真偽はともかく強力で危険なものよ。エメリにあれを処刑台に置かせて結界を無効化して。石膏の一人は私が片付けた。もう二度と人の邪魔はできないわ。もう一人は、私が宝物庫の外を調べている間に逃げたかもしれないわね。だから急いだ方がいいわ。信者がいつ大勢で押し寄せてくるかわからないから。忘れないで。結界が設置されている限り、誰も宝物庫に入ることはできない。結界を無力化する方法を探し、道を開いて。結界が消えたら中で合流しましょう。さあ、急いで。目覚めの炎がいつ来てもおかしくない。デイゴン信者とこの手のことに詳しいドレモラは、あの書物がデッドランドの砂漠で書かれたと言っているわ。ウッドエルフがその書を持っていると気づいてから、ちょっと調べてみたのよ。あれは強大で邪悪な力を持つ異物で、触れるだけでも危険だそうよ。それはわからないわ。一つ言えるのは、レイドラコーに関する異物には、往々にして腐敗の力が備わっているということ。少なくとも彼女はきっと不快感を覚えているはず。今はまだ不快だと感じていないとしてもね。彼女はあれをしっかり守り、慎重に旅するべきね。わかった。私はライランスの言う通りに本を置く。キューブお願い。ねえ、ここを見て。よくできました。さあ調べましょう。扉を開けたらライランスが勝手に飛び込んだ。やっぱりね。まあ私たちも探してみましょう。
これまで分かったことを総合すると、このどこかにデイドラの武器があるはずだから。すべてはレオビック皇帝の秘密が発端よ。皇帝は4つの野望を隠した後、インペリアルシティに攻め込んできたバレンに殺された。4つの野望というのが何を指すかは分からないけど、文書によるとデイドラの兵器の一種らしいわ。そういうこと。ライランスは奴らがいつここに来てもおかしくないと考えてるみたい。じゃあ、あたりを探すとしましょう。あ、それともう一つ、宝物庫に入った瞬間、あの本がうずき始めたわ。原始があったわけじゃないけど、とりあえず伝えておこうと思って。秘技って、今度は何？まあいいわ、心配するのは後回し。今やるべきことがあるんだから。レオビック皇帝が結界と封印で守られたデイドラの宝物庫にしまい込むほど大切なものが何なのか見つけ出しましょう。この本がきっと今回の冒険の発端なのね。この本、ロングハウス邸の古い隠れ家で見つけたの。デイドラのシンボルと奇妙な文字がびっしりと書いてある。これを持ってると重みを感じるわ。ずっしりしてて威圧されるような感じ。しかも今この本はうずいてるわ。なんというか予感みたいな感じ。この本がここにいたがってるみたいな。私はこの本を見つけて白昼の原始を見て以来、嫌な夢を何度も何度も見てきたけど、こんなのは初めて。わからない、この本が何かを欲してるの。ここに何が起きたの？
ットには見えない。